はピグライフで遊んでいきたいと思います。私アメーバでずっとやってたんですけど、まあこちらになってからいろいろイベントも始まりましたね。やっと操作慣れてきたので今回のイベントから配信していきたいと思います。今回森の中の白雪姫イベントというのが始まりました。はい、今日スタートであと9日なんですが、なんとかクリアしていきましょう。まずはお出かけをしていきます。はい、イベント開催中のこちらに行ってみます。追加ダウンロードあるみたいですね。このままローディングしちゃいます。たんですけど、もう一瞬来たことでイベントクエスト1はクリアしたような形になってるんですね。はい、ということでルーンをもらったのでガチャを回していきましょう。はい、今もらった1ルーンの他に私今月執行するルーンが4つあるみたいので5回引いてみたいと思います。はい、もう一度召喚。さあ、今度どうかな。同じだよね。はい、もう一回。やっとリンゴランプが来ました。リンゴランプ、っていうか中を見ると、あ、こんな感じね。で今ウサギ2つのリンゴ1つゲットしてる感じ。提供割合、ウサギが3割、リンゴも3割。激レアがガラスケース、森の中のガラスケースで、ハイレアが森の中の馬車。この2つを持っていると、まあどっちか1つでも持っているとあれなんですよね、レアものが出やすくなるっていうおまけがついてくるみたいなんですけど、おおおお、あ、やったね、魔女のセットアップゲット。でもこれではあれですね、別にプラス効果はない。え、またどう、あ、でもヘアだ、やった。これで5回とりあえず回したんですけど、もう1回召喚しちゃおうかな。あー、欲張るとダメね。橋、あれ、これ橋もなのかな、これもかな。あ、でもハイレアアイテムを持っていると、あ、激レアハイレアアイテムを持っていると対象の結晶が出やすくなるだけで、この橋はダメなんですね。あ、ティースタンド、アフタヌーンティースタンドが出てきました。黄色出たよ、黄色、やったー、これでにします、満足。はい、ということで、あ、これで少しイベント有利に進められるかな。結局10回ぐらい回しちゃったけど、模様替えをしましょう。模様替えは、あ、戻るじゃない、はい、こちらの、はい、出してみよう。ここら辺にしようかな。いける？あ、これでいけますね。はい、模様替え終了。もういい感じ、一角だけ。はい、で次のガチャを回そうの以外のクエストが
みりんを植えよう。これちょっともともと植えてたのいくつかあるんですが、畑の空いてる部分に置いていきます。これポチポチしてもこうできるんですけど、もうなぞるだけでも植えられます。はい、植えちゃいます。はい、で水をやる。はい、水をやるときにはこれですね。10個ぐらいやらなきゃいけないので、ダーッとやって水をあげます。成長しちゃうと水はあげられない、もうすぐ収穫になっちゃうので、はい、ここで姫リンゴを収穫していきましょう。16個ぐらいいきます。お、レアものもいっぱい出ましたね。で、そして空いたところにはすかさずリンゴ植えておきます。植える。はい、成長するまでは3時間かかりますね。これ一気に成長させたいときはこのサンプルみたいなやつ、アンプル、何これ、成長剤みたいなのを使います。これをパーって使うと、はい、すぐに大きくなります。意外とね、イベント序盤だとこの成長剤をたくさんくれるので、早く進めたいときはこんな感じで進めてもいいかも。はい、今ちょっと前くらいからこの豊作タイムが発動するゲージみたいなのが出てきていて、だいたい1回300個ぐらいかなで豊作タイムに入るんですが、収穫物あと32個で発動するので、うまくこれを利用しながらレアものゲットしていきましょう。はい、で今この収穫仕様はクリアになって、で、姫リンゴのジュースを作ろうっていうクエストが出ています。はい。これは、こちらのは追加で、ゲットしたキッチンになるんですけど、まあ、普通だったらこっちかな。これはもう初めからセットされているキッチンになります。このジュースを作ると結晶がいっぱいゲットできるんですね。はい。とりあえず必要な材料。ありますので2個だけでも作ってみましょう。はい、あ、結晶2個出た。これは効果かな。はい、今出た結晶っていうのが、まあその次どんどんクエストを進めていくのに必要になってくるアイテムなんですけど、持ち物を見てみると、をタップすると出てきますね。はい、今回のリンゴは一番左側に出るはず。はい、全てでもまあゲットしたものの中にこう見えるあたりの位置には入ってきていますね。はい、こんな感じ。はい、期限付きのこのマジカルウォーターとかは、ギリギリの時にこう使っていこうと思っています。こちらも期限付きの、あ、活力剤ですね。活力剤。アンプルじゃなかった。活力剤を持っています。これも12月31日までなので適当に使っていきたいと思います。こちらも12月31日までの期限付きのスタミナウォーター。10ポイント回復します。ここら辺は、レアを、こう、豊作タイムを発動した時に使っていくといいかなっていう感じですね。はい。ということで、姫リンゴジュース今2個作ったんですけれども、あと2個作って、この作ったものを姫に、姫じゃない、お届けしていきます。はい。まあ、体力がね、結構少なめなので、まあ、時間がある時に、とりあえず収穫、植える収穫っていうのをやって、豊作タイムの時にもがっつり、集めたら時間がある手が空いてる時に一気にジュースとか作ったりしてイベントを進めていくのが一番最終クリアまでできる方法だと思います。はい、ではそんな感じでどんどん見ていきましょう。
取れたかな。あ、残ってた。お水をあげてるとこのレアが出てくる率が高まるみたいです。はい、そして高速タイム発動できるようになりました。これは自分で、発動のタイミングを選べるので、今は咲いていないというかリンゴがなっていないので、リンゴがなってからパワーも、最大になってから発動してあげるといいと思います。はい、また植えておいて、はい、完全に咲き切ってパワーが30になるまでは、待っていましょう。で、その間にできることをします。はい、いっぱい作っておきます。はい、できたのでお届けして、イベントのステージを進めていきましょう。はい、お出かけをします。はい、イブに渡します。はい、じゃあね、はい、リンゴジュース4つお届けます。姫りんごのポタージュをお届けしようだそうです。はい、お部屋に戻って見てみるとポタージュにはレア素材が5つ必要なんですね。じゃあもうちょっと集めなきゃダメですね。出る体力を水やりに使って明日の朝高速タイムからスタートしたいと思います。